皆さんこんにちは。ファッツファウンドラボラトリーの厚木ファッツでございます。週末恒例のおしゃべり動画ね。はい。昨日からちょっとお腹の調子が悪くてですね、ちょっと昨日昼のお仕事を休業してしまいました。はい。でもまだねちょっとねあんまり調子良くないですね。はい。で実はね僕最近僕が住んでるところから、車で、20分ぐらい行ったところにハードオフがあるんですよ。で、ね、そこのね、ギターコーナーがね、リニューアルされて、すごいことになってるっていうのでね、行ってみたんですね。うん。でね、でもなんかね、ギターを飾ってるブースを、ちょっと、こじゃれた楽器屋さん風にして、いる。で、数はね、あんまり変わってなかったですね。うん。でもね、いい楽器いっぱいありましたよ。はい。ね、特にフェンダーのね、ストラトキャスターなんかね、結構いろんな、ジャパンですけど、いろんな年代のね、すごくいいのがいっぱいあってね、あ、欲しいなと思いましたね。でもね、残念ながらね、アンプがすごく少なくなってるんですよ。ね、アンプはね、持ってない、たくさんね、取り揃えてくれれば嬉しいなと思いますけどね。でね、僕のこのね、ハードオフでもお腹が痛くなって、で、トイレ入ったんですよ。で、トイレ入ってね、流そうと思ったら、ね、水が流れなくて、で、ちょっとね、焦って、これしょうがないと、そのまま出るしかないと思って、でウォシュレット押しても、ウォシュレットも壊れて出えへんしね。うん。でね、もう出ようと思った時に、もう一回やってみようと思って、やったら何度か流れたんで、ことなきを得ましたけど。はい。ということで、ちょっとお腹の調子を、壊してはおりますが、今日はですね、みんな大好きかどうかはわかりませんが、フェンダージャパンについてちょっとお話を、してみたいと思います。はい。ね、ですね、で皆さんもね、おそらくそのフェンダージャパンで、今で言うとフェンダーメイドインジャパンかな。うん。で、昔は、どうだ、フェンダーと不次元さんかな、がなんかがフェンダージャパンっていうのを作ったんですね。あれね、僕がね、多分ね、13ぐらいの時だと思いますね。だから1980、いつだあれ。83年、4年かぐらいかな。うん。で、僕がちょうどエレキギターに興味を持って、で、欲しいなと思って、いろいろこうカタログを見てる時は、中2だったんですけど、まだね、フェンダージャパンなかったんですよ。でね、初めてのギター、バーニーのレスポールを買った後ぐらいかな、中3ぐらいかな、の時に、ヤングギターとかを見てると、フェンダージャパン登場って出て、これね、僕ね、ぶったまげた記憶がありますね。というのは、ね、ここの、ね、ヘッド、ここにちゃんとね、フェンダーってね、入ってるしね、これもうね、中高生の憧れじゃないですか、フェンダーのギターっていうのね。で、しかし、値段が5万円とか6万円とか、ちょっとグレードの高いやつで8万円ぐらいだったんですよ。で、これ、ね、ちょっと頑張ったらね、その高校生とかにもね、バイトしたらあかんかもしれませんけど、お年玉一生懸命貯めてね、やれば、手の届かないギターではない。ね、それで、ヘッドにフェンダーって書いたギターが持てるというのでね、僕はね、ちょっとね、かなり興奮した、記憶がありますね。でね、今でさえね、まあ、フェンダーのギターなんて楽器屋さんに行くと、結構、メイドインジャパンもそうですし、フェンダーのなんか、なんだ、アメリカンなんとかとかって、いっぱいあるじゃないですか。ね。で、カスタムショップも、量販店に行けばいっぱい置いてますよね。でもね、僕たちの、中学生ぐらい、の時っていうのは、まあ、都心みたいなところに行けばまたね、話は別かもしれませんけど、僕が行ってた神戸大阪の、ギター店
店、まあちっちゃいところも、まあちょっと大きいところも、そんなにね、今ほどフェンダーとかね、ギブソンのギターってたくさんなかったんですよね。うん。で、ちっちゃい店に行くと、もうね、フェンダーなんて1本ぐらいしかなくて、それはね、ショーケースの中に入ってる。だから触れない。僕みたいな中学生にね、触らせてくれない。でね、そんな状況の中で、フェンダージャパン、6万円とかで買えるのが出て、でね、僕、お小遣いいっぱい貯めたりね、お年玉貯めたり、持ってるお金全部かき集めてね、高校1年生の時に、初めてフェンダージャパンのね、ホワイトのね、メープルネックのストラト買いました。うん、それね、6万円でした。はい、ね。でね、それをね、ずっとね、メインで使ってたんですね。高校生の時はね。うん、ね。いやー、あの時ね、フェンダーのギターってね、ピックアップがやっぱ USA がついてたんですよ。ね。だから、これはもうほぼほぼ、本物じゃないっていうね、感じでね、もう、すごく嬉しくてね、使ってましたね。うん、で、そのうちになんかフェンダージャパンっていうのもこういろいろラインナップが増えてきたり、ちょっと10万円超えるようなね、高いやつとかも出たりしてね。うん。でね、僕もね、その後ね、まあ、なんだ、サンバーストの、メープルネックのストラトを買ったり、中古かな、あれね。うん、フェンダージャパンっていうのは結構僕ね、買ったりしてるんですよ。うん、で、今もね、メイドインジャパンは何本か持ってますしね。うん。でね、そうだな。で、その後にね、もうね、僕、途中、まあ、社会人になったぐらいからは、ほぼほぼ、フェンダージャパンっていうのは、買わなくなったりしたんですね。で、まあ、それ90年代初頭かな。うん。で、そこからね、2000年のちょっと手前ぐらいまでで、ちょっと僕調べてみたら、フェンダージャパンっていうのがね、なくなったんですかね。2000年ちょい前か2000年前後ですかね。ちょっと僕も記憶にないんですけど。うん。で、その後から、フェンダー、本家のアメリカのフェンダーが、もうなんていうんですかね、フェンダージャパンっていうのもやめてしまって、まあ、途中は藤原さんとずっとフェンダー、本社のフェンダーが藤原さんと一緒にフェンダージャパンっていうのを作ってたみたいなんですけど、まあだから結構ね、作りはいいですよね。ね。で、途中でなんか神田楽器さんに切り替わって、で、結局それもなくなっちゃって、で、フェンダーがもうそのジャパンとかじゃなくて、フェンダーはフェンダーだと。で、それの、まあ、カスタムショップは別として、で工場が、なんだ、バハカリフォルニアであるとか、なんかエンセナダっていうんですかとか。で、あとその中の一つで、日本っていう、そういう位置づけにしたみたいですね。だから、僕、これさっき見せた、このフェンダーメイドインジャパンとかね。あと、これ。ね、このフェンダーメイドインジャパンっていうギターっていうのは、一応ね、なんていうんですかね、本物なんです。本物、うん。本物のフェンダーで作ってるのが日本の工場っていう位置づけらしいですね。うん。でね、そうそう。でね、最近ね、僕、フェンダー、まあ、要はそのフェンダーメイドインジャパンって言われてるやつで、なんだっけ、工場がね、多分ダイナ楽器さんかな、うん、ダイナ楽器さんだと思いますけど、うん、で、たまたま僕去年か一昨年ぐらいにフェンダーのムスタングが欲しくて探してたんですね。そうするとフェンダーメイドインジャパンのトラディショナルムスタングっていうのが、まぁ、ちょっと11万円したんですけど、でもね、本当のフェンダーの、まあ、まさかヴィンテージ、まあ高いから買えないし、で、買ってみたんですよ。うん、トラディショナルメイドインジャパンを。でね、僕、昔、78年の、
ムスタング、本物のムスタング持ってたんですけど、その時はね、ショートスケールだし、R はきついしね、チューニングは合わないわ、チョーキング詰まりはするわ、もう原稿1センチぐらい高くしないと使えないみたいな、でも売ってしまったんですけど、いや、ひょっとしたら、まあ、寸法は変わらないから、ひょっとしてメイドインジャパン、まあ、ダイナ楽器さんね、作りがいいと言っても、まあ、その寸法は決まっているので、まあ、そういうことがあるのかなと思って楽器屋さんに行きました。で、そこでちょっとね試奏をさせてもらったら、なんのちょっとショートスケールで新品だからチューニングは結構ね合いづらかったんですけど、僕が結構原稿低いんですけど、それでもね低くしてもねチョーキング詰まりが、ね、一切起こらない。でびっくりしたんですよ。でね、いろんなとこを見てもね、すごくね作りがいいしね、でもうよし、もうこれ買おうと思ってそれ買って帰って、で家で自分のアンプで弊社の歪みエフェクターを使うと、これね音がめっぽういいわけですよ。だからね、僕びっくりしましてね、いやこれもそのいいじゃないメイドインジャパンでとね。でそこからなんかストラットキャスターね、これちょっと中古で買ったりね、ほんでさっき見せた最近買ったなんだこれローズネックのね60年代の、ストラットキャスター、これ中古なんですけど、メイドインジャパントラディショナルシリーズか、あとねこれハイブリッドかな、ね、というのなんですけど、もうねもう作りはいいしね、チョーキング詰まりはしないしね、音はいいしね、これもう何の文句もないんですよね。でね、僕これらを買う時にいわゆるそのダイナ楽器さんになる前のまあ90年代中盤とか後半、ぐらいのフェンダー、いわゆるフェンダージャパンっていうのが中古でいっぱい出てるじゃないですか。でね、結構ねスペックがねなかなかいいのがあって、テキサススペシャルがついたストラットとか結構あるんですよね。でね、僕テキサススペシャルの音って結構好きで昔一本メキシコの持ってたんですけど、まあ、それちょっと売っちゃったんですけどね、そうや、テキスペ乗ってるの欲しいなと思ってね。で、まあ、テキスペが乗ってるそのちょっと古い2000年代前後とかのストラトキャスターの中古を探しにね、いろんな楽器屋さんに行きました。でそうすると、まあこれたまたまかもしれないですよ、たまたまかもしれない、でも僕がこう思想したかなりの数のストラトキャスターはもうね全部チョーキング詰まりが起きましたね。まあだからその時作ってる工場が悪いとかじゃなくて、多分そういう寸法の仕様だと思うんですよ。ね、そのね、ね、フェンダー社に、まあ、言われることはあるでしょ、この寸法でやってくれみたいなね。で、まあ、ひょっとしたらそこの、日本の工場で寸法決めてるかもしれませんけどね。ね、不思議とというか、なんというか、もうね、チョーキング詰まりが僕が欲しいなと思って思想したやつは 100%、100%、チョーキング詰まりしました。で、まぁ、ちょっと補足と言ってはなんですけど、同時期の、フェンダーメキシコのジミヘンストラともちょっと僕探してたんですけど、それもね、100% チョーキング詰まりしました。なんかその時代の、そのなんかあるんですかね、そういう仕様がね。ね。でね、ということで、その1990年代前半から前、僕が学生時代にこう買ってたようなやつはそういうのなかったので、多分その時期によってねそういうのがあるのかなっていうのが気がしてたし、途中で良くなってるっていうのも頭になかったので、ちょっとフェンダージャパンっていうのはしばらく僕の頭から抜けてたんですよ。それがね、まあ、ちょっと楽器屋さんで試奏したり、このムスタングを買う時に試奏したりで、今回買ったねこういうストラトキャスターを、試奏したりすると、それがねすごく解消されていてね。もうでピックアップはこれね
あれじゃないんですよ。USA じゃないんですよ。ジャパンか、まあ、チャイナかわかんないかわかんないですけど、コリアかなんかわかんないですけど、いわゆる USA のヴィンテージスタイル、なんだ、ピックアップとか、ファットなんとかとか、そういうのじゃなくて、本当に、なんだ、多分、ダイナ楽器さんが、企画して設計してるピックアップだと思うんですけどね。うん。で、これがね、すこぶるいいんですよね。うん、なかなか良くてね。なんかね、ちょっと僕、後藤製のね、シングルコイルのピックアップをつけたスクワイヤーのギターがあるんですけど、音の感じが似てるので、ひょっとして後藤製じゃないかな、みたいなね、気もしてるんですけど。うん、うん、うん。ということでね、うん、今のね、僕は別にフェンダーさんから一銭ももらってないですよ。ね、今のこのフェンダーメイドインジャパンっていうのはね、これ僕すごい大好きですね。うん、で、ね、その90年代前半とかそれ以前もね、このギターマガジンとかヤングギターとか読んでたら、海外のギタリストの人がね、なんで日本人っていうのはそういうヴィンテージばか探すんだと。フェンダージャパンが近くにあるじゃないかっていう。ね、ことを言ってるミュージシャンもいましたから、うん、ね、フェンダージャパンっていうのは、まあ、一時期のそのチョーキング詰まりはさておき、割とその評判がいいギター、うん、だと思うんですよね。うん、ね。で、僕ね、そうだな、それ買いました。ちょっと54年製みたいな、サンバーストのストラトも持ってた。うん。で、そっからはだから買ってないのか。うん、買ってないですね。うん、はいはい。で、僕が最初高校1年生の時に買ったホワイトのメープルシバンのストラトはですね、なんかね、新しいギターを買って、いらなくなっちゃったんで、一回ね、地味編の真似してみようと思ってね、庭でねやったんですよ。ね、アホですよね。で、でも僕がね、それ以来ね、最近はもうね、フェンダージャパン、フェンダーメイドインジャパントラディショナルの良さに気づいて、もうね、ずっとこれにしてます。はい。ね。まあ今のところ、まあなんかね、あとね、テレキャスター、ね、グラスルーツの中古で1キッパで買ったやつはなかなかいいんですけど、ね、フェンダー MIJ のテレキャスターもなんか一本欲しいなとかね、思ったりはしてるんですけどね。はい。ね。どうでしょうか皆さん、ね、フェンダーね、もうね、今高いじゃないですかね、例えば今のね、フェンダーアメリカンヴィンテージとかね、もうね、そういう、まあ、いわゆるレギュラーラインのフェンダーでも40万ぐらいしますからね。それから考えたら、フェンダー MIJ っていうのは、まあ、ちょっとね、またね、今物価高でね、価格は上がってますけど、ね、13万ぐらいでね、まあ、買えるしね、あと中古を狙えば、10万以下で9万円ぐらいでね、買えますからね、うん、僕はなんかそれで十分じゃないかなっていうね、感じで思ってますね。うん、うん。でね、なんだっけな、うん、あと、まあ、フェンダージャパンを MIJ 買って、で、ピックアップ付け替えても面白いんじゃないですかね。うん、ダンカンの SSL1 とかね、うん、あとなんだあれあれ、まあ、テキスペもそうですしね、あとファット50つけるとかね、うん、なんかちょっと僕余談ですけど、ジョン・フルシアンテさんっていうのがそのダンカンの SSL1 を使ってるって、でね、カレサウンドなんて言われてますけど、僕ね、じゃあなんだろう、なんかつけてみてもいいのかなと思って調べると、あれね、結構ね、マーキスの DC 抵抗値がね、6.5 キロぐらいあるんですよね。 6.5 キロオームぐらいあって、でね、 6.5 キロオームって、まあ通常のストラットって 5.5 オームなんですね。で、6.5 あったらね、結構コード変わるんですよ。うん、結構ね、パワフル。うん、ね。で、ね、ちょっとその、高音のキンキンしたのもちょっと抑えられるし、うん、ちょっと中域が出るような、ね、感じが、ね、パワフルな気がします。うん、ね。だから、あれ、ヴィンテージみたいなのありやけど、なんかそんなのつけてんのみたいなね。
ね、気もしますけどね。まあそれは余談として、はいね、どうですか皆さん、ね、みんな大好きかどうかは分かりませんけど、フェンダージャパン、フェンダー MIJ ね、あ、僕がね、もうその中学生高校生の時にね、フェンダーのギターが USA のピックアップがついたギターが僕でも買って弾けちゃうっていうので大興奮しましたね。はい、そういう、まあ、思い出の話もしつつね、今日はこれでおしまいにしたいと思います。はい、というのはなんかね、 iPhone のストレージがいっぱいでちょいちょい止まるんですだからちょっとね、いらないの捨てなきゃいけない、はい、ということで、はい、今週の、週末おしゃべり、動画は、バカ話をしてみました。みんな大好きフェンダージャパン、フェンダー MIJ ということでね、はい、ということでまた来週よろしくお願いします。さよなら。